さあ、ということで、ミッション前にですね、クエストが出てるので、クエスト、行きましょうか。こちらですね、11番目。どうしろと秘密の隠し場所。不可解な場所が見つかったらしい。なんとそこは、どうしろの秘密が深く関係してるよね。で、大国主さんですね。編成男性陣プラスモルガナだから3名か。よし、行きましょうか。そういや、小耳に挟んだんだが、ここには男しか入れない場所があるらしいぜ。なんだそれ、男子便所とかじゃねえの。なあなあ、心当たりないのか。どうしろ、ここはお前の殺す側だろ。いや、いきなり言われても僕に待たれる節は。ということは、男しか入れない。つまり女性には見られたくないものがあるんじゃないか。それって、そんなんあれしかねえだろ。どうしろ、秘密のムーボン。どういう本、それは元からだな。おお、なんと、待て、ごめんな、そんなもんってない。ほう、否定したくなる気持ちわかるぜ。俺もお袋に見つかったことあるしよ。実はな、ヌーだな、俺も興味ある。君、めっちゃドストレートに言いましたね今。何やモデル役を振られてしまったが、俺はまだムードへの情熱を捨てられない。どうすんだ。ヘンターをユナリ置いといて、この件私も調査に協力してやるぞ。うわっ、うん、よし、よーし、行きますか。何なんですかね、楽しみですね。ワクワク。さあ、ということで、目標地点の到達ですね。で、全員か。って考えると、まあ、ジョーカーもな、フックスがいいかな。残念ながら、スカルお休みということで、まあ、機動力重視で行きましょうか。まあ、そこまで変わんないかもしれないけどね。よし、男しか入れない場所でいても遠隔の通信は問題なそうだな。やるぞ、応援が来るかもだな。で、待ってよ、注意は怠らずだ。これ単数とかもなさそうだよね。切り伏せ、そんなら割とゆっくりでもいい。ゴールまでまだある。はいだ。焦らなくていいぞ。おい、やっと中盤ってとこだな。まあ、とりあえずあの位置ですよね。さて。やるぞ。切り伏せる。よし。まあ、とりあえず。我が輩が。準備万端。ジョコ渡っちゃおうか。ここの2箇所が連動してんだよね。任せろ。蹴散らす。で、そこに青の足場。よし。我が輩が。切り伏せる。開幕としよう。さあ、ブフラ。で、そっち行けるよね。
まあ、トライバングルやっちゃってもいいんだけどね。ぶっちゃけ無理にやる必要もないんじゃないかなと思うので、ここは行っちゃいますか。この状況は、チェックメイトだ。まあ、とりあえず一個にトライバングルやっちゃいましょう。まあ隠れときますか。行くぞ。そうだな。よし、任せろ。とりあえずモルガナさんこっち。ゴールは間近だ。行っちゃおうか。油断するな。準備万端だ。で、青の足場ね。必要なのは？さて、我が輩が覚悟しな。いった！まだその調子。蹴散らす。この状況になるとジョーカーが動ける。なるとあとユウスケだよね。フォックスをどうしようかって感じだな。刀の錆となれ。とりあえず気持ちのワンマンもらっとこ。ズム。とりあえずね、大きめの敵さんは倒していきましょうか。赤の方の足場をなんとかできればいいのかな。覚悟の時間だ。さあ、ということで、なかなかやばい敵さんが出てきましたね。
めちゃめちゃ変な話さ。倒れろ。ヒントジョーカー。敵にヒント。これで下にやってくんないかな。やばいぞ。って思ったけど。ケチラス。むしろ下にないのか。その足場ってスイッチないんだっけ。それで強引に踏めば良くないかって今思っちゃったけど。俺のトリガーは軽いぞ。ボックスの銃撃がヒント。いいぞ。あれはもう一人の俺だ。ケチラス、ゴエモン。オッケー。敵撃破を確認。任せろ。まあまあでもターン数制限ないからね。じっくりやろう。やられそうでやばい。さあナイスボード。これで大丈夫だよね。よーし、ありがとうございます。よかったよかった。やっぱあえて突き落としてもらうってのはありだったな。なんとかしのいだな。おお、めちゃめちゃ気になるものが。これラブレターですね。詳しく僕は否定したのに、裏切り者め、裏切り者め。んだよ。はあ。いや、その。当時の僕は先輩だけは見られたくなくて隠したんだと思う。歯切れが悪いな。本当にそうだっか。嘘じゃない。見つかったら厄介だから隠したんだ。いや、そうだな。おお。帰るとするか。おー、おしゃれでございます。オークニスさんね、めちゃありがたいですね。よーし、ではクエストの方は大丈夫かなと思いますので行きましょうか。ミッションで進んでいきましょう。さて、最後の4つ目はどこにあるのか。いよいよ最後の4つ目の鍵だよね。中庭、食堂、職員室と来たから、次ありそうなのは体育館、家庭科室、屋上。その通りである。あ、その通りだった。屋上か、マジか。つか、こいつらも場所分かってんならちっとは手伝うとか。なんと一つで頑張って我らの念願が叶うのである。ニックキッカン、貴様の支配は終わるのである。だいぶ仕上がってる。てかまたこのガビガビノイズ。中橋は生徒に口止めをしていたという。その影響によるものか。まあ直接面拝んでやりゃ全部わかんだろ。
どうしろ。ああ、おそらくは。じゃあ、屋上に出発しよう。敵もますます手強くなってきてる。油断はできないね。だいぶ歩いてきたはずだが、屋上はまだなのか？外から見たときはこんなに広いように見えなかったけど、異世界特有の歪みで外観と中の構造が食い違ってるのかも。ま、次がラストの鍵だろ。とっとと探してボスとご対面と行こうぜ。記憶の続きも気になる。二人は打つ手がなさそうにも見えたが。頼むぞヤングトウシロー、あの嫌味メガネに一泡吹かせてやれ。ああ、そうなることを祈りたいが、少し懸念がある。どうして？この世界の様子は僕の認知をもとに形を成している。マリエやヨシキが恐ろしい怪物だったのも、人々が虐げられていたのもそうだ。もし僕が過去本当に仲間のことを克服していたなら、こんな風に抑圧の象徴としては出てこないはず。確かに。つまりそれはここに東四郎さんにとってのトラウマのようなものがある。つまり良くない結末が待っている可能性があるということ？そういう不安ばかりが頭をよぎる。情けない話だ。それはでも。なにビビってんだよ。総理大臣やろうってやつがドーンと構えとけって。いい大人だろあんたも。龍二、そんな言い方。俺も学校にあんまいい思い出なかったんだよな。話せば長えけど、そんでも今は結構楽しくやってるぜ。まあ何が言いてえかっつうと、目そらしたくても起きちまったことは変えらんねえ。忘れたふりしててもどこまでも追っかけてくんだよ。だったらちゃんと見てから進んだ方がいいんじゃねえか。坂本君、結果がどうあれ臆することはない。倒れそうになったとしても俺たちが支える。だから迷うことなく自身の信念を貫けばいい。ここまで戦ってきたんだもの、きっと立ち上がれます。自分の勇気を後悔しないってユキさんとも約束したんだろ。そうだ、僕は何が待っていようと現実に帰らなきゃならない。そのためにも過去と向き合い打ち勝たないとな。よく言った、無理はするな。まあ頑張りましょう。年下の君たちに励まされるなんて情けないことに変わりはないが。今更ってやつだよ。最初から周りに助けられてばかりさ。君も私もね、今はみんながいる。とても頼もしい同志たちがね。そうだな。なら正面から僕らの記憶を取り戻すとしよう。僕らは一心同体、真実の奪還作戦決行というわけだな。だね。そう、作戦名はバチバチ仲間バチバチ作戦。トゥルーインパルスファイア作戦。こいつらは。とにかく行こう。目指すのが屋上なら登っていけばいずれたどり着けるはずだ。よし、ここだ。反応からしてここを出れば屋上のはず。一気に行くぞ。お前ら準備はいいか？もちろん、敵をしばく準備もバッチリだよ。じゃあ開けるわよ。
さあ、ということで屋上ですね。あるある、またあれ通って地獄巡りに出発だ。この場所も東四郎さんの過去と関係があるのかな。わからない。だがそれを確かめるためにあの扉をくぐらなければ。また貴様ら何をしている。まだ進むというのか。立ち去れと言ったはずだが。お前はあの仲鉢なんだな。僕は必ずお前の元へ行く。そして何があったかを見定める。随分威勢がいいな。だが本当は怖いんだろう。お前のことはよく知っているぞ。過去の真実、果たしてお前に耐えられるかな。いちいちクソみてえな揺さぶりしやがって。大丈夫だ中鉢。あいにくだが僕はもう迷わない。たった今覚悟が決まった。ここにいるみんなのおかげでな。今さら引く気はない。どんな過去だろうと受け入れてやる。こんしゃくだ。ならば後悔することになるぞ。貴様らは狂気と憎悪の豪華に焼かれ苦しむのだ。ダッセーやつ、ビビってんのはそっちじゃねえか。ああいう安い捨て台詞残してくやつは小物って相場が決まってるからな。こちらがやつを追い詰めている証拠か。一気に叩くしかあるまい。よし、最後の4つ目の鍵いただきに行くとしようぜ。さあ、ということで38回目のステージですかね。頑張っていきましょう。さあ、ということでなかなか複雑そうですね。で、勝利条件が10ターン以内に敵を全滅させろで、ワードがステージクリアと7ターン以内のクリアと、一人も戦闘不能にならないの3つだね。で、敗北条件が味方の全滅と10ターンの経過ですね。とりあえずスピーカーがあるので、また何かしらが制限されるのかなと思うんですが、とりあえずこの編成でいいかな。ジョーカーモナーボックスで。で、何か付けられそうなものがあればって感じだね。射撃の射程広げとくか。よーし、では行きますか。近接攻撃は禁止か。
になるとな、どうしようかな。芝はこの辺か。準備万端だ。そうだな、そんなら銀狼を渡してやる。ザロブガナさん、向こう側行ってもらうか。ここ入れ替わりですよね。だね。ケシラス、こういう時ね、近接でやったらね、めっちゃ気持ちいいんだけどね。ここはグッとこらえて銃撃でいきましょう。俺のトリガーは軽いです。いいぞ。ここまで回り込めるとね、理想ではあったんだが仕方がない。この状況は、まあ一回やっちゃいますか。さあ仕掛けるぞ。よし、いいぞ。そこで安全そうだ。さてと、で今は制限特に課せられてないんですよね。マグロさんで、ケチラス、彼はもう一人で、マハブフケチラス、マグロさんで。ごっそりと、この状況はまとめていきたいよね。準備万端だ。よし、蹴散らす。この状況は、準備万端だ。よーし、行っちゃいますか。お願いします。ねえ、壊そうと思えばスピーカー破壊できるな。ジョーカー、うまい一撃だ。そうだな、これ悩みどころであるな。あえてこっちにスタンバって動いた方がいいか。ただ向こうにあの傘タイプの敵さんもいらっしゃるんですよね。さすがジョーカー、いい隠れ方だ。頂戴しよう。とりあえずこの辺で一回立ち回るか。
切り伏せる。よし。ジョーカー、うまい一撃だ。ヘルソナ。とりあえずここは倒しちゃいましょう。ジョーカー、敵を撃破。さすが。ここで増援か。けどやるしかないぞ。引導を渡してやる。うちに行くか。俺はね、ぜひともこっちに行きたい。準備万端だ。我は何時でブフラ。ねえ、どうかな。これがっつりね、かっこえるとめっちゃかっこいいんですが、まあこれが限界かな。さあ仕掛けるぞ。ただモルガノさん回り込めたんで、こいつはでかいはず。あれ今スピーカーダメージ入った。エキサの攻撃でもスピーカーってダメージ入るのかな。任せろ。そう、再び近接が禁止になりましたが、蹴散らす。さて我が輩が、とりあえず一発取りましょう。ここまで囲えてる。これってさすがに取れてないかな、ジョーカーのとこまでは。まあでもやっちゃいましょう。結構でかいはず。お、スピーカー破壊いけた。もしかして今すごいね。やるじゃん。この状況は切り伏せる。いいぞ、そこで安全そうだ。開幕としよう。そうだな。オッケー、フォックス、そこで問題なさそうだ。あれはもう一人の俺だ。いや間違えて使っちゃった、しまったって思ったけど大丈夫だった。時間だ。そうだな、増援があるかないかにもよるんだよな。この後開幕としよう。とりあえずどうしようか。ここにいない。2体撃破。いい調子だよ。よし来い。ファントムジョージ畳みかけましょう。ここはモンドモエでさ、ワンマー取れるのマジで強いよね。テルソナ。ねえパイナさん。増援なそうかな。ただ向こう行っちゃったね。こっちだ。ようなもんだ。行くぞよ。そうだ、3ターンあればなんとかなるかな。これはさすがに。この状況は。じゃあ届く。これさすがにきついよね。倒れろ。スピーカー壊しとくか。切り伏せる。ヘルソナ。でマハブフさん、そうだな。
ここうまいこといけないかな。くらえ。モダ、いい感じだな。準備万端だ。あれはもう一人の俺だ。で、もうワンマー取って。ただ次のターンになってしまいそうだが、それで安全に逃げらず。で、一旦動けないんで、そうすれば。さあ、ナイスボード。で、大丈夫ですね。ありがとうございます。圧倒的勝利だね。そう、ということで、ついにレベル60を超えました。ありがとうございます。さて、お目当ての最後のブツは…あ、あれかな。これはなんかボイスレコーダー的な感じですかね。ボイスレコーダーか。だいぶレトロな感じだけど。それじゃあ東四郎、行けるか。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして、他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。